はい、どうも、荒木優太です。こんにちは。今日取り上げる論文はですね、2018年というか、まあ2018年、の8月号に出てます。荒木優太、麗しきリベラリズムですね。自分の論文なんで毎度のように顔出しでやってますけどね。今日はギャラリーもいますけども、多分皆さん多分反応しないと思うんで、粛々とやっていきます。で、まあ、この論文はですね、まあ、今年の最初に朝生ありましたよね。で、あそこで村本大輔さんと井上達夫さん、まあ、政治学者の井上さんとお笑い芸人の村本さんの間にちょっとした、まあ、口論みたいなものがあって、まあ、それをロールズとブルデューとの批判的な関係の中で、捉え直してみようというような論文に今なっているというわけですね。で、村本さんは九条がどうのこうのなんて、まあ、知ったこっちゃないよみたいな、まあ、そういう暴論を言って、それに対して井上さんはちょっとは自分の無知を恥じなさいみたいな感じで、まあ、マウンティングしていたと。で、まあ、その辺がすごいなんていうかいろんな議論を呼んで、まあ、大変なことになっていたと。で、この口論というのは、まあ、まあどうでもいいっちゃどうでもいい話ではあるんですけども、しかしある種の拡大解釈をしてやると、ロールズの哲学に対してブルデューが批判を向けていた内容に極めて近いものを提示しているんじゃないかなというふうに思っているわけです。ロールズは格差原理ということを言って、人々の財の格差みたいなものをなくしていこうというような哲学を唱えていたのに対し、ブルデューは文化資本の格差というものがあるだろうと。それは単なるお金とか財産とかいう問題だけではなくって、もっと人々の身体化された知識とか、あるいは喋り方、まあ、そういったものにも及ぶある種の卓越性、そこに一つの格差があって、これの再分配というのはすごい難しいんだよという話をしていて、実はこの話というのは村本さんの井上批判にも実は通底しているのかなとか思って、記述しているというわけですね。で、井上さんはですね、たくましきリベラリズムっていう標語を唱えたことで有名、映ってますけどいいですか？いいですか？標語を唱えたことで有名であると。で、まあ、いろんな特徴があるんですけども、一つの特徴として、会話っていうものをとても重視する思想であると。で、会話っていうのは特別な知識とか、あるいは属性、まあ、そういったものがなくっても旅人同士が偶然であって、その時にとっさに出てくるような、そういう多くのエンディッドな会話が政治哲学において重要なんだということを言っていたんですけども、しかし、ブルデューを介した観点からすると、そういったちょっと、意識高い会話のあり方っていうのは、その会話ができる俺ってすごいじゃんみたいな、ある種のパフォーマンスに出してしまうような、そういうところがあるかなと思うわけですね。で、私はそのたくましさっていうのは、ある種の麗しさ、そして麗しさを裏側から読むと、麗しくなりたいために自由でオープンな会話をするっていう、そういう浅ましさを結果的に持つことになるんじゃないかなっていう形で、井上さんを、まあ、批判しているというわけですね。で、まあ、そういう限界があるんじゃねっていう話ですね。で、その中でも、そういう、たくましきリベラリズムの自由な会話をもっとチャーミングな仕方で、あるいはもっとラフな仕方で、続行できる方法っていうものが、実は村本さんが提示していた相づちっていう身体の使い方かなというふうに思うんですね。で、相づちってなかなか面白いですよね。こうやって一人でペラペラ喋るのって結構難しいんですよね、慣れないと。何を言ったらいいのかよく分かんなくて、これ訓練が必要なんですけども、しかし他方で、この聞いてる人がちゃんと相槌をしてくれる、この微妙な応答関係みたいなものがあると、結構人ってペラペラ喋れるんですよね。で、これはいわゆる会話とは違うんだけども、しかし、言葉を支える重要な環境を司っていて、村本さんが井上さんの応答の時にしていた
相槌の打ち方っていうのはとてもなんていうか重要な政治哲学的知見というかアイディアをもたらしているんじゃないか、まあそういうところを注目してみると意外とあの論争も無意味ではなかったかもねという感じに今なっているというわけです。この論文ね、せっかく書いたのに誰も読んでないので、さすがにやばいかなとか思ってちょっと宣伝してみました。まだ本屋さんで売ってるはずなので8月号なんでね、まだ売ってるはずなんでぜひ読んでくださいね。というわけで今日の紹介は以上です。ではまた次回です。